初代ホーク男爵、エドワードホークは、イギリス海軍の提督で、バス君爵し、数密官である。7年戦争中に起こった、キブロン湾の海戦で、イギリス侵入を目論むフランス海軍を撃破したことで、有名である。それ以前の1747年にも、第2次、フィニステレ・ミサキの海戦で活躍している。戦う士官の名声を得て、 軍人としての経歴を輝かしいものとしたが、一方で多くの政敵を作ることにもなった。7年戦争を通じて、フランスの海岸で絶え間なく封鎖を続け、西方戦隊の発想を発展させた。1766年から1771年までの5年間、第一海軍教を務めた。この職に在任中、1770年の フォークランド危機の動員の指揮をとっている。フォークは1705年ロンドンに弁護士の一人息子として生まれた。母方のおじに庶民院議員のマーティンブレーデン大佐がいた。1720年海軍に士官候補生として入隊し、1725年に会議としての試験に合格したが、平時であったため現役の指揮官が少なく、士官として 初めて上官したのは1729年だった。その後、ホークはトントン病死に出世し、1734年には艦長に昇進した。しかし翌年には半急待遇となり、1739年にジェンキンスの耳の戦争が起こるまで海に出ることはなかった。オーストリア継承戦争の勃発により、戦線に復帰したホークは、 イギリスの小戦隊の護衛艦隊としてのカリーブ海の航海を卒なくやってのけた。しかし、護送を任されたということは、彼がポルトベロの戦いに参戦していなかったことをも意味していた。1737年、キャサリン・ブルックと結婚した。キャサリンの家は裕福で、このおかげでホークは後に、庶民員議員にも出馬できた。 その当時の票は大っぴらに金によって動いていたからである。トゥーロンの海戦オーストリア継承戦争中、ホークが初めて戦場に出たのはトゥーロンの海戦でだった。ホークはこの戦いでいくらかの名誉を得たが、戦闘そのものは極端に混乱した。イギリス軍は負けなかったが、交戦状態になかった多くの艦隊が後期を逃して、総合的に、 フランスとスペインの連合軍に干渉することができず、多くの軍法会議が開かれる結果となった。ホークの艦は、この戦いで唯一、スペイン艦ポデルをどうにか打破したが、後にこの艦は、フランス軍により破壊された。この後継を逃したのは、イギリス海軍が、戦列を組めていないにもかかわらず、抗戦せざるを得なかったため、指揮官のトマス・マシューズ自らが戦列を離脱したのが、 一員だった。これには、マシューズと仲違いしていた、自席指揮官、リチャード・レストックがわざと戦列に入るのを遅らせたからと言われているが、レストックは逆に、マシューズの艦隊運用のまずさを告発し、このためマシューズは最終的に辞職に追い込まれた。トゥーロンの戦いで名を挙げたにもかかわらず、その後3年間、フォークにはほとんど好機が与えられなかった。 しかし1747年に少々に昇進し、ピーター・ウォーレンの代理として、西方戦隊の指揮官となった。ホークは乗組員の行動を改善すべくに多大な努力をし、彼らにプライドと愛国の精神を叩き込んだ。西方戦隊は、ドーバー海峡に沿ったフランスの港の監修を目的として設立され、 ホークの前任指揮官であるジョージ・アンソンは、うまくフランスの対岸を封じ込め、1747年の5月に、第一次、フィニステレ岬の海戦で、フランスの港を出た、護送艦隊を攻撃し、勝利を収めた。イギリス軍は今まさに、西インド諸島からの護送艦隊が、ドーバー海峡に入ってくるとの知らせを受け取った。ホークは艦隊を連れて、フランス軍の到着の待機に入った。 1747年の10月、ホークは第二次フィニステル岬の戦いでビスケーランでフランス艦隊のうち6隻を打破し、その後戦争が終わるまでにドーバー海峡をほぼイギリス軍の手中に収めた。これはアンソンのかつての勝利に加えられた偉業だった。一方でこれはフランス経済にとって大きな痛手であり、これによってイギリスはアーヘンの和訳で納得がいく。 和平交渉を進められた。この時期を得た勝利が認められ、ホークはバス勲章を受賞した。これは、決して、大番振る舞いによる助勲ではなかった。平和な時代となり、戦闘の機会は突然終焉を告げた。1747年、ホークは、庶民院議員に、海軍の町ポーツマスから出馬して当選し、これが、その後30年間に及ぶ、 議員生活の幕開けとなった。しかし1748年から1752年の4年間は、ほとんどをイギリスで指揮官として過ごし、1755年に再び西方戦隊に戻った。この時期、北アメリカの英仏領植民地での戦闘がすでに始まっていたのである。アーヘンの和訳は単に休戦時期が延長されただけだと多くの人が思っており、 おそらく戦争は再開されるだろうと広く予測されていた。北、アメリカではイギリスとフランスがオハイオカントリーの支配をめぐって衝突し、1754年に向けて戦闘が激化して行った。海軍教、ジョージアンソン・ホークは第一海軍教のアンソンとは不仲だった。しかし両者とも将来的なフランスとの戦争の経費の見積もりで共通した見解を持っていた。 人間的には合わなかったが、アンソンはホークに大きな敬意を払っていた。それはホークが提徳であるからで、アンソンは海軍本部での地位をホークに譲ろうとしていたが、これは成功しなかった。フランスとの戦争が再開される雲行きとなり、ホークは西方戦隊の活動を再開するように命令を受けた。それに続いて、フランス沖に出て、 フランスの港へ戻る艦を妨害するようにとの命令も受けた。ホークはこの妨害工作をうまくやってのけ、イギリス海軍はその時期で300隻以上の商船を打破した。北、アメリカで1753年にデュケーヌ砦が作られたことに橋を発し、バージニア植民地が軍事行動に出てフレンチ・インディアン戦争が勃発した。翌1754年に ヨーロッパでは入滑する公爵、トマス・ペラムイコール・ホールズの政権ができ、北アメリカの戦況が伝わっていたが、ベラスイコール・ホールズ政権は、ヨーロッパ重視策で、ロシアと同盟して、国王ジョージ2世の出身国であるハノーファーの安全保障に出た。これがもとで、ヨーロッパ各国の間で同盟と敵対が表面化し、英仏は再び敵対し、フランスがミノルカへ侵攻する事態を招いた。 1756年、ホークはジョン・ビングの代わりに指揮を取るため、地中海に派遣された。ビングは、ミノルカの戦いに続くミノルカの包囲で、動きが取れなくなり、イギリスに戻されて裁判を受け、後に処刑された。同じ年、ミノルカがに陥落するのと、ほぼ同時に、ホークが攻撃するであろうことを想定して、フランス艦隊は、トゥーロンへ退却した。 一旦ミノルカを退いたホークは、島の周囲が包囲されていることに気づいたが、その状況を覆すすがなかった。このためホークは、ジブラルタルから連れてきた部隊を上陸させないことに決めた。ホークは、ミノルカとマルセイユの沖を航行して3ヶ月を過ごし、その後イギリスへ戻って、ビングの裁判で証言を行った。この証言の後、ビングの支持者からホークは批判された。 彼のミノルカやトゥーロンでの行動に進展が見られなかったからだった。ロシュフォールの開示博物館1757年、ホークはロシュフォールを封鎖し、その年の暮れに向けてフランス沿岸に上陸予定の大軍勢の護衛をするように命じられた。これはフランスの先行を損なうために街を襲撃させるもので、そうすることによりプロ者やハノーファーを攻撃させるため、 ドイツに送る兵士を自国の海岸線の防御に使わざるを得ないようにするためだった。ホークはこの遠征には任務に真剣に取り組んではいたが、何ら期待しておらず、この遠征を成功させるために士官たちをいつもに増して鼓舞することもしなかった。遠征軍は11月にロシュフォール沖に着いた。沖合のデクス島を吸収した後、陸軍の指揮官である、 ジョン・モード・ウントは本土への前進を前にためらった。陸軍によるロシュフォール攻略するのは可能であるというジェームズ・ウルフ大佐の報告にもかかわらず、モード・ウントは攻撃すべきか否かを迷っていた。ウィリアム・ピット・ホークはそこで、最後通帳を出した陸軍は即座に攻撃しないので、あればイギリスにこのまま戻ると告げたのだ。 彼の艦隊は西インド諸島から本国へ戻る船団を護衛する必要があり、ロシュフォール沖に漠然と腰を下ろしているだけの余裕はなかった。陸軍主官の意見も同じだった。結局フランスに何の軍事行動も起こさないまま、遠征軍はポーツマスへ戻り、これは国務卿、ウィリアム・ピットをひどく怒らせた。この遠征だけで100万ポンドも経費がかかっていたのである。 モードウントは後に裁判にかけられ、最高指揮官への帰り先は不可能となった。また、フォークも国民の非難を浴びた。イギリスのヨーロッパ戦線における戦いはパッとしなかった。ロシュフォール遠征に加えてフランス陸軍を抑制する作戦としてシェルブール・サンマロへの遠征も行われたが悪天候や薬病に悩まされ、また、 刺したる目的もなく、行われたこともあり、戦果は上げられなかった。その後再びサンマロに遠征したが、フランス軍の待ち伏せに遭い、多くの兵を失って撤退した。1758年、ホークは半年にわたりブレストの封鎖を指揮した。同じ年の5月、ホークはハウとの共同作戦を任されたが、この時期のホークは、 アドミラルティとの関係が良くなく、任務を途中放棄したため、アドミラルボードから放棄せず続けるようにと説得された。アドミラルボードの委員たちは、ホークがどういう人物であるかをわきまえていた。この年の6月、ホークは健康上の理由で一旦戦列を退いたが、翌1759年の5月には現場に復帰した。キブロン1の海戦フランスは、 イギリス本土への侵攻を開始した。ブレスト封鎖中であったが、ホークは一旦イギリス南部の東米に去り、この木を狙っていたブレスト艦隊指揮官のコン・フランが11月4日に艦隊を出動させた。このフランス艦隊をイギリス艦隊自席指揮官ロバート・ダフが追跡し、ホークは艦隊をキブロン湾に向けた。公天の中、追跡が行われ、 フランスの砲撃を皮切りに、両艦隊の間で激しい戦闘が繰り広げられた。結局この戦いでイギリスは戦列艦2隻を失ったが、死傷者は300人程度だった。その逆にフランスは数多くの死傷者を出し、また艦隊の損害も大きかった。何よりもこの敗北により、フランスは士気をくじかれてしまった。ホークは後に、 年額2000ポンドの恩給を支給されている。一方、やはり、イギリス海軍の指揮官であるエドワード・ボス公園も、ラゴスの戦いで、フランス海軍に干渉し、この2つの戦いで、英仏の7年戦争とフレンチ・インディアン戦争は、実質終わりを告げた。フランスの艦隊をうまく、ドーバー海峡から撃退して、戦争終結までの戦闘もなくなったものの、 フォークはもっと全面的な勝利が確約されなかったことに失望していた。彼は日没があと2時間遅かったら全ての艦隊を撃破することができたと断言した。キブロン・1の海戦の地図。赤がイギリス、青がフランスの進路。キブロン・1の戦いによりフランスのブリテン諸島への大々的な進行の夢はとりあえずは失われた。にもかかわらず、 フランスは戦争終結までの進攻の希望を抱き続けており、それがイギリスのフランス沿岸の封鎖に拍車をかけた。これによってフランスの貿易は干上がり、フランス経済を一層弱体化した。イギリスで一旦仕事をした後、ホークはブレスト沖の封鎖の指揮を取るため、フランスに戻った。その時、イギリスはダンケルクからマルセイユまで、 フランスの沿岸を事実上封鎖し尽くしていた。ホークはビレーヌ川に追い込まれた時、残りのフランスの軍艦を破壊しようとして河川を送ったが、この目的は達成されなかった。またホークは上陸策を練り、半島を包囲して敵艦を攻撃しようとした。しかしこれらは放棄せざるを得なかったピットからより大規模な遠征の命令が届いたからだった。地図のもとに見えるのが、 ベルシマ、キブロン湾の近くにある。フランスの足元を崩す試みとして、ピットは、ブルターニ半島の沖にある、ベルシマを包囲する案を思いつき、海軍にそのための遠征準備を整えるよう指示した。ホークは、アンソンへの手紙で、この案への反対を明らかにした。これは後に広くルフされることになった。ピットはこれに対して激行し、ホークが、自分の職権を踏み越えたと考えた。 それでもなおピットはベルシマへの遠征への準備を迫った。1761年4月、最初の襲撃は撃退されて完敗したが、援軍により、イギリスは6月にベルシマを支中に収めることができた。このベルトの攻略により、ピットは新たな勝利を得て、フランス国民はイギリスに地中海の島を取られたことで、大いに士気が下がった。しかし、 この攻略での戦術の有用性に対するホークの批判も裏付けられた。フランス沿岸へのさらなる襲撃には使える戦術ではなかった。フランスは敗戦を特に気にかけず、7年戦争後の和平交渉でイギリスにこの島と交換したいものはない。お望みならばイギリスが持っていてよろしいと伝えた。後にフランス、スペインが同族同盟を締結して、 イギリスに宣戦線した。これは、ジョージ三世によって却下されたが、結局は両陣営の対戦となり、この時は、ポーコックの艦隊が主戦力となったが、この戦争では、損害が大きかった。また、やはり戦場となったインドにおいてはすでに敵がいなかったため、イギリスは、マニラ沖に艦隊を進め、スペイン領であったフィリピンの攻略に成功した。 生打ちの牙の複製に描かれたホークの肖像ホークは、その後現役を退き、1765年11月に、グレートブリテン王国海軍中将の名誉称号を得て、1766年12月に第一海軍教となった。ホークが政府を政略面から高めたことは、ほとんどなかったが、海事に関する知識を買われて第一海軍教に任用された。 海軍士官としての経験は信用に値するもので、この点で彼の右に出る者はいなかった。また、任期中、フォークは海軍の出費を自らの支配下に置いた。フォークランド危機からわずかばかり後の1771年1月に第一海軍協を退任した後は、ジョン・モンタ・ギュルが第一海軍協を継いだ。また同じ1766年には、数密官となった。 宝島のジョン・シルバー1776年、ホークは初代ホーク男爵に助せられた。晩年はサザンプトンの近くのサワスリングに住んだが、死去したのはサンバリー・オンテムズだった。スワスリングの近くの聖ニコラス教会には、キブロン・ワンの戦いを描写したホークの記念碑がある。ホークはまた、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、宝島にも登場する。 フォークの下で働いていたという設定のジョン・シルバーは、この中で自分の片足について、不死身のフォーク提督が指揮する戦争で、こいつを失ったと言っている。致命組織名、ありがとうございます。